ついにできた。走って泳ぐ、旅するショートパンツ。はい、というわけでどうも、カズチャンネルです。ついに、こちらのパンツがね、完成したということで、はい、とりあえず二色展開。その名の通り、走って泳げて旅ができてしまう。そんなショートパンツ、これ1枚あればどこでも行けるんです。どこでも欲張りに走っちゃえるんです。どこでも欲張りに泳げちゃうんです。旅できちゃうんです、たった1枚で。ということで、今から石垣島に行ってきます。このパンツが本当に使えるのか検証です。撮影も兼ねてるので、とりあえず海に入ってちょっと体拭く用のタオル、タンクトップ、エアポッツ、飛行機場までに行くための車の鍵、マグネット式の三脚、コンパクト三脚、モバイル充電器、超小型の充電器、 GoPro、 ケーブル2つ、コンデジ、 iPhone、 そしてコンパクトでもコンテンツ消費を諦めないピクセルフォールド。さあ、では1泊2日の装備を、よし、サイドポケットに、よし、そして車の鍵、小さなポケットがあります。そこにエアポッツも入れてしまいます。チャック付き、落とすことはない。そしてスマホ用のポケット、反対側にピクセルフォールド、そしてこれを折りたたんで、こちらのサイドポケットにも よいしょ、コンデジ、よし、すぐ取り出せる。これ、こういうところにベルト付きだから、ベルトのところに挟めておく。そしてタオル、首にかける。では行ってくる。これがうまいこと実現すれば、パンツ一つで海外にも行けるってことだ。では、というわけで今日はね、ちょっとあいにくの曇り空、石垣がねどうなってるか、怖くて見てない。さあ、つうわけでいっか。よし、よし、着いた。今から小松から、羽田に乗り継いで、羽田から石垣に行こうかと思います。では空の世界に。結構だって飛行機焦ってる。今飛行してる。どうなるか。おい、なんとかなった。あぶね、 ANA から JAL に、変更してもろてみたいなね。いや、こういうなんか助け合いみたいなのあるんだね、航空会社間で。なんとか、間に合う感じで行けそうです。羽田石垣の便に乗り遅れることなく、危ねえ、1時間半遅れの飛行機で移動になりました。では次こそ空の世界でお会いしましょう。ああ、緊張した。家出てから途中メール来てるんだもんな。休みますみたいな、いろいろあるよね。いやー、やってきましたね。どこまで軽量化できるか分かんなかったんですけど、ここまで軽量化できました。今から、もう海に入る準備もできていて、ちゃんとタオルまで持ってきてます。さあ、というわけで石垣空港というわけで早速行きましょう。わあ、すげえ。うわ、最高。やったわ、最高でした。しっかりと浸かりに来れました。ただ、私の今回の
ショートパンツの弱点が露呈しまして、濡れた直後、ポケットの中にね財布とかそこら辺が入れづらいなと、湿ってもいいならどうぞっていう感じで、そこだけちょっと注意点として挙げておきます。いやでも最高の海だったぜ。いや今日はね、地元の友達にいろいろ実は連れてきてもらってて最高ですわ。まあ明日の朝には帰っちゃうんだけど、これ一つで、海外も行けるんじゃないのかなってちょっと思ってる。税関でおいお前何しに来たんやって言われそうやけど、でさもう一個のおすすめスポットを連れてきてもらって、うわ薄やろ、うわここね、さっき泳いでたビーチや、あれなんだこれ。まあ今干潮やで、あのここまであの茶色色が出てるの見たことねえとか言われたけど、すげえ綺麗、圧倒的な景色。なんだこれ、たった一泊で石垣めちゃめちゃ楽しんでる。前回来た時がね、あの3時間カビラ湾ちょっと行って1時間ぐらい滞在したかな。ほんでまあタクシーでバッて戻って帰ったんだけどさ、石垣いい場所めっちゃある。ほんでこんな身軽な格好で来れるなんてちょっと最高じゃないのこれ。なんかここら辺もそうなんだけど、なんか牛さんがいたりするんだってさ。ちょっと今日は見ることはできなかったんだけど、あっこの海もね浅くてさ、浅瀬ですごい泳ぎやすかった。いやちょっとまた家族と一緒に行こう、なんて今度飽きませんなこれ家族連れて最高の天気だわこれ。これが今のゴールドパイン、島パイン、島パイン、島パイン一つ、と、マンゴーも買っていこう。はい、どうぞ。すごい美味しそう、熟してるのが欲しい。はい、というわけで、ここでお土産買ってきましたよ。ちゃんと癖の強いオンちゃんで、いいオンちゃんでした。これ真っ赤っかなマンゴー、これ明日の朝ごはんで食べようかなと思って、朝ごはんでこれ食べて、ほんで実は、この格好で2泊分です。実はね信じられないと思うけど、僕も信じられない、2泊分の装備なんですけど、明日は実はあの別荘で泊まるので、じゃじゃーんとお土産用のパイン、男3人で収穫するんでね明日は。はい、これで、盛り上げていこうかと思ってます。今日はもう、ホテルさっき予約したんけ、いやしてないわ、今予約完了させるんで今から、ホテル行って地元の美味しいもん食べて寝て帰ろうかと思います。いやいい手土産やけど、いいのできたなこれ。ちょっと石垣の町に来た、ちょっとシャワーだけ浴びようかなと思って、急遽ホテル取ってきれいきれいにして、はい、で、なぜこんだけで、1泊2日いや2泊3日かの旅行ができるのか、それも分かると思う。一旦、ホテルできれいきれいしてくるわ。ただいま、はあ世界だ、はあ、よいしょ、うん、いやちょっとまだお肉はあるけど絞るね、あと 2,3 ヶ月で。でここからだよね、ここから今ちょっと今パンティーはね履いてるから、まあ、パンツもまあ後ほど洗うんだけど、はい、はい、ちゃんと、
海の、塩だったり、カズさんのね、汁だったりいろんなものを吸ってきてます、はい、でこちらのズボンもいろんなものを吸ってきてます、はい、でまず、お風呂入るとき、ね、お風呂入るときはあったかいお湯で入るよね。であったかいお湯を使うと何がいいのかというと汚れすごい落ちやすいです、はい、はいはい OK ね。でボディーショップソップなんかね、はいはい、泡になりましたね、はい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 。でどうなのかなっていうね、普段あの下着で体をこうやって洗うみたいなやってるんだけど、こうすると、でもこれあんま泡立ちよくないな、うん、まあこれお湯でくぐらせるだけでいいわ。どっちかっていうとこのシャツの方だね。ちなみに結構水切れがこの素材ね、いい素材を使ってるので、まあ、この後、まあ、タオルとかでギルギルってするとね、めちゃめちゃある程度乾きます。で、ちゃんとあったかいお湯でよくすすいで、ボディーソープとかでちょっと泡立ててもらって、はい、体を、洗っていただいて、最後しっかりとお湯ですすいであげると、はい、明日の朝また切れるようになってます。ピカピカです。以上です。こちらからはよし、はい、ではね、今回のパンツ、もう元から結構水の弾きがいいので、絞ってもね基本的に水が出にくいというか、まあ、絞ると生地にダメージを与えやすいからね、あんましない方がいいけど、基本的に、水切れがねすごい、うん、あとはまだもちろん濡れてるからどうするのかというと、ホテルに宿泊するんであればね、こういったタオルがあるからさ、タオルでこうよいしょ、でくるくるして踏む、簡単でしょ。それだけで結構乾いた。あとはもう今買えないから、入ってれば体温で、まあ、30分ぐらいで多分もう乾くかなと。まあ寝る前だったらね、パジャマとか着て、で朝にはでもカペカペに乾いてるから、もう翌日これ履いてまた海でも、旅にでも出てくださいといった感じです。 Tシャツはすぐこれほどすぐ乾かないので、T シャツだけは一晩今と同じ方法で水分取って乾かす、だから、この手法であれば本当にこのズボンだけで海外旅行行けそうな気がしている。こっちの友達にも驚かれたよ、迎えに行くような格好だと友達がこっちに遊びに来たから迎えに来た時の格好嘘でしょって、過去最軽量って言われましたね。はい、そうでしょうね。はい、ということで、ダブルハンガーでかけとくと、さらに、乾きが良くなりますということで、基本的に乾きのいい素材のものを持ってくるようにしましょう。ではまだ石垣でね、こっちの繁華街でご飯も食べたことないから、ちょっとお友達とね、ご飯食べに行ってこようと思います。楽しみだな。うちょ、着替えてきました。布の量を減らすために、タンクトップです。そして街中でーす。ファミリーマートもあってすごい便利です。せっかくなので、石垣のね今から夕日も見に行こうかなって思ってます。いいね街中。めっちゃ観光客多い。ていうかもうこのまあまあ今18時だけどこの時間からみんな飲んでてすごい楽しそう。歩いてる歩いてる。ああいう無限ヤドカリ、うわそこら中動いてんだけど、これみんないい絵持ってんな。
ああ綺麗な雪でございました。おお見えるね。もう終わるわ一日が。いやいや、というわけで楽しい楽しい夜ご飯を終え、今から帰ろうかと思います。こんにちは。いや、いいですね。なかなか夜挨拶されることないですけど、こっちの県民性といいますか、なんといいますか。先ほどの居酒屋にもヤギカレーとかあるんですけど、怖くて、注文することができませんでした。ぜひこのヤギというものが美味しいのかどうかコメントで教えてください。おお、ようやく、ホテルの方に着きました。今11時ぐらいなんですけど、ここら辺がね、石垣の飲み屋街、意外と思ったよりかはね、早めに店いろいろ閉まるんですね。今11時、ちょい前なんですけどね。いや、意外とみんな早寝早起きなんかも分かりません。いや、最高だったな石垣。ちょっと軽めのデザートと、はい、飲み物だけ買ってまいりましたという感じです。よいしょ。帰ってきました。ということで、本日の夜ご飯は、お刺身とか、豚さんとかね、いろいろいただいて、ビールも、せっかくなんでということで、オリオンビール、2、3杯いただきまして、ジンジャーハイボールもいっぱいいただきまして、久々にお酒飲みましたけども、やっぱいいもんですね。言うて自分はね、お酒飲まない割には強いの。月に1回ね、飲むかどうかぐらいなんですけどね、普段鍛えてない割には、まあまあ強いのはじゃないのかなと思ってます。そして、ザバスの 20g のね。あー、うまっ。いや、でも改めて今回、まあ、とりあえず1泊2日の、石垣の、旅行になるんですけど、短パン1枚である程度なんとかなるなという感覚はつかめたような気がします。というか来てるからね、なんとかなってるし、夜着替えてるしね、着替えありでなんとかなる。ほんでパンツ類に関してはやっぱこういったホテルであればタオルとかあるから、ぐるんって巻いてやるだけで結構速乾性強いから、5分ぐらいでねパンツぐらいは乾くし、このズボンなんかに至ってもう15分ぐらいあればね乾く。さっきの浴室に書いた置いたやつどうなってんだろう。時間で言うと5時間ぐらい経過してるんだけど、よいしょ。まあちょっと濡れてるけど生乾きって感じで、気持ちで着ればね、1時間ぐらいで体乾くかなっていった感じで、こういうスタイルでいいんじゃないのかなって個人的に思ってきたわ。乾いてきてる。三脚もね、これ1個に今カメラのやつで作ってる、これ延長もできるやつ、ちょっとした延長もできるやつね。これも延長の三脚までつけて、ほんでこれ 45W のやつでいろいろ充電ができて、この中に AirPods、そして充電器、そこら辺まで装備を整えて、今回のズボン一つでこれでしまってるというこの事実。私がすごいのか、このズボンがすごいのか、それはまだ誰にもわからない。まあ、というわけで、明日はもう7時ぐらいにここ出て、8時の便で、出発いたしますのでね。はい。とりあえず今日はこんなところでおやすみなさい。おはようございます。カッピカピに乾いてる。一着着替えを持っとけば、無限に生活ができてしまう。このズボンならね。まあ、それはさておき。じゃじゃん。今日の朝ごはん、おっとっとと三脚が動く。本日の朝ごはん、この石垣さんのマンゴーでございます。おんちゃんとこで買って、もうね、見てもうやや汁が出てるぐらいの、もうね、売れに売れてるというね、もう甘い本日の朝ごはんです。まあ、剥くための道具がないから、ちょっとこの水場でかじりながら皮剥いでべちゃべちゃになりながら食べていこうと思う。めっちゃうまいと思うよ。1個あたりね、いくらぐらい、このサイズ感で、そうだね、1300円ぐらいだと思います。1個あたりね。まあまあいいお値段します。はい。いや、でも、めっちゃうまいぞ。ではでは。
下のゴミ箱も。すげえいいです。あんまちょっと汁吸っただけで意外となんとかなる。では続いていきます。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。なんだこのジューシー。肉のジューシーとは違うジューシーがここに存在する。ちょっといいとこの朝ごはんいった感じ。もう1000円ぐらいするじゃん、いいとこの朝ごはん。1000円ちょいぐらい、その感じに近いかもしれん。うん、まあ、ではちょっとログいただいてますわ。しゅ、骨だけにしてやったぜ。ごちそうさまでした。はい、ということでいい朝迎えましたね。朝8時の、フライトなんで、一旦それで帰ろうかと思います。なんか無限に猫がいる。多すぎじゃね。やっぱ1年ぶりぐらいに石垣来てみたけど、やっぱこっちはね、本土の方で会うことがないだろうなって思うようなおじさんたちがね多くて面白い。なんかファンキーなおじさん いっぱいいるなみたいなね。やっぱなんか文化の違いを感じてすごいやっぱ楽しい場所だよね。今もう帰るとこなんだけど、次は実は、静岡の方で一泊する予定で、このまんまね、とりあえず、この服装、まさかのこの服装で、一泊二日というか、まあ二泊三日もね、まあ余裕かなっていうのはなんとなく、感じることができました。手荷物でね、今晩の、デザートっていうことで、あのパイナップル、これだけ、持って帰ろうかと思います。よろしくお願いいたします、もう空港着きました、最後の思い出ということでブルーシールアイス、これも朝食代わりにいただきます。うまっ。快適な旅でしたね。ただ一つ、懸念点としては、なんか忘れ物してないみたいな、その不安に駆られることはねちょこちょこあった。なんかリュックも背負ってないし、何にもポケットの中のものしかないから、え、大丈夫みたいな不安になることはちょこちょこあって、今結構慣れてきたんだけどね、そこだけちょっと危ないのかなと思います。では、もう一旦帰りますので、また家でお会いいたしましょう。ちゃんと、はい、というわけで帰ってきました。快適でございました。私の計算上なんですよ、計算ですよ、あくまで。着替えちょびっと持って、カメラ機材、スマホ、まあ、今回2台持ったりとか、イヤホン持ったりとか、いろいろ含めて、リュックは必要ない。これに入れるだけの、ミニマムな装備だけで、1泊2日、2泊3日、お外に出ることができる。なんなら、私の計算上、これ1枚で、海外に行くことだって、できてしまうっていうのがですね、今回の、こちらの新しく開発したショートパンツの、特徴でございます。さあ、というわけで改めてちょっとご紹介させていただくと、まずこちら、ベルト、インナーベルトがついてます。はい、それによりあの空港でまれにですね、あのベルト外してくださいとかっていうこともあるんですけども、これであれば、まあ、プラスチック製だし、外す必要性は特にないです。そしてこのベルトがあることにより、こうやって走っていてもスマホとか入れとくと、どんどんこれベルトしないとですね、これずり落ちていくっていうことがあるんです。でもこのベルトすることで、この腰で持たすことができ、走っていてもズボンがずり落ちにくい。トラベルももちろんなんだけど、ランニングにおいて結構最強で、これ履いてですね、もう2、300キロ走ったりしてるんだけども、普通のズボンでは走れない。なぜかというと、今現代というか私の場合はポケットにスマートフォン入れてるんです。ほんで私他のものだとゴムとかなので、どんどんずり落ちていくんですよね。しっかり縛ってもですね、ちょっと落ちやすい。あとポケットの中でスマホが暴れやすいっていった特徴があるんだけども、これはい、こちらにですね、あの2つポケットがあって、ここにですね、これスマホ用のところがあるので、よいしょ、こうするともうこれぴったりなので、はい、走ってもこの中で暴れづらい。また、どのぐらいのサイズいけんのということで、はい、今私持ってるのはこれピクセルフォールド、結構ねちょっと厚めで大きめのやつです。それであっても、はい、こんな感じで
収納することができるようになっており、 iPhone の Pro Max でさえ一応入るようなサイズ感になっております。はい、そして他の機構としてはやっぱりポケット、同じポケットに複数種類入れるとね、ガチャガチャして傷ついたりするということで、私の場合はスマートフォン入れます。で、私2台持ちなので、はい、こういう風に、入れます。そして財布はまた別のポケットに入れておきますということで、これでポケットの中で喧嘩することがないから、歩いててもガチャガチャしてスマホなどが傷つく可能性が非常に少なくなる。またこちらですね、カーゴパンツということで、はい、なんとですね、 iPad mini スッと入るようになっています。ほんで無駄に大きくないから、歩いててもめちゃめちゃ揺れるってことがないから、そんなに負担にない、っていうか、ここに iPad mini が入ってることすらですね、歩いてると忘れてしまうこともね、あるかもしれません。カーゴパンツってね、もっと膝側にあるんですよ。これがですね、ここじゃなくてここにあると、わかります？この、はい、この移動距離わかります？ 3,40cm 動いてるでしょ。でもここだと、そう、このポケットの中のものがですね、こんだけ動くと暴れやすいんですよ。でもこんだけだと暴れづらいということで、ポケットの位置を上に上げてきてます。また今回特徴としてですね、このカーゴパンツ、普通側面なんですけども、少し後ろ側です。なのでこのカーゴパンツに物をいっぱい入れてもですね、ちょっとここ膨らみがですね、分かりづらい。また脅威の収容能力ということで、こちらですね、はい、キーボード付きの、はい、iPad Pro 11インチでございます。はい、こちらのポケットに入る最大サイズとしてですね、はい、はい、本当に最大サイズです。はい、前から見るとあれちょっとわからんぞと、はい、結構後ろの方に膨らみ作ってるからね、このズボンのここより後ろに、はい、なので前からね、シルエットが太くなりづらくなり、そしてまあここはちょっとね、後ろにポコッと出るんだけども、はいはい、こんな感じで、手ぶらで、打ち合わせ会場にも行けてしまうんですね。こうやってほんで打ち合わせの時に、はぁ、はい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 、みたいなことができてしまう。はい、そしてね、花粉症で辛い方、はい、これですね、ネピア、エリエール対応しております。こういうことですね。はい、ティッシュ出し放題ということで、はい、便利ですし、もしですね、小さいお子さんいらっしゃる方、私の場合はおむつとか、お尻拭きシート、はい、ポケットの方に入れていただいて、そしてお外の方に出かけて子供たちと遊ぶようにしております。だから小さいお子さんがいるですね、お母さんお父さんにも最適かと。そして、こちら左側の方ですね、実はございまして、これがですね、はい、このような形で、実はですね、ワンサイズちょっと小さいんですけども、はい、チャックが閉めれるようになっているということで、はい、一応貴重品を落とさないようにということができるようになっております。はい、これよいしょ。そしてまあ海外行った時とかね、飛行機到着しますよね。ほんでごちゃごちゃとパスポートを出す機会が多い時もあるかもしれない。出国する時もポケットからね、ガチャガチャ出す時があるかもしれない。そういう時にですね、パスポート入れとして、こちらお使いいただけるといいんではないでしょうか。さらには、こっちの方にもね、左側にチャック付きがあって、この小さいポケットには、はーい、こんな感じでイヤーポッドを入れていただいてもいいし、地方の方なんかはね、こういった車のキー、はい、これをこの小さいポケットに入れておいてください。これスマホと一緒に入れたりするとね、スマホが傷だらけになったりとかっていうことがあるので、これキーケース、おわこういったエアポッツね、これを入れるようにこちら作らせていただきました。そしてまだまだ、こちら改良点としては、外に行った時ですね、まあ、走ったりとか歩いたり、まあ、そこはできます。それでですね、なんとプール、海にも対応いたしました。まずそもそもはですね、こちらめちゃくちゃ乾きやすい素材を採用しておりますので、もう海パンと同レベル。それで、こちらですね、ね、ちょっと透けて見えると思うんですけど、メッシュの素材を使うことによりプールとか入って出た時に水はけブシャーです。そしてよくあるのがですね、カード1枚持って外出てくださいよって時に、ここにね、ホテルのカードを1枚入れておいてチャックしていただくだけで、紛失リスクめちゃくちゃ低くなります。そういった点でもね、この左側のポッケ、プール入ってる時なんかにもすごく有効なんじゃないのかなと思います。はい、ということで今回石垣にも行ってですね、実況見分してきたんですけども、私にとっては間違いなく世界中に存在する、どのショートパンツね、
よりもめちゃくちゃいいものです。自分にぴったりに合わせたからね。そして今回、もう一つのカラバリとしてこちらのオリーブのモデルもございまして、こんな感じになっております。はい、サイズもですね、あの小さいサイズから上はですね XXL、 お腹のねこの腰周りが103センチまで対応してます。なので基本的には、身長にもよると思うんですけど、マックスですね110、120キロの人でも一応履けるかもしれない、103だったらね。もし履けない場合はですね、やっぱ健康上にも悪いかと思いますので、減量の方頑張っていただきたいなと思います。はい、でもかなりの人がね履けるパンツにはなっております。ただ数量限定っていうわけではないんですけども、サイズカラーによってあの数は限りがございますので、あの注文される際はですねお早めによろしくお願いします。一応概要欄の方にですね、あの注文ページのリンク貼り付けておきますので、また皆様よろしくお願いします。いやでもこれ開発期間っていうかね、まあ1年ちょいぐらい経ってしまったんですけども、その分長い間私自身がですね着用して走ったりとかプール入ったり、そしてサウナに入ったりですね、そういったところでも使わせていただいて、本当に最高の1枚になったことは間違いないです。このパンツ1枚あるだけでどこにでも旅行ったり、どこでも走ったり、どこでも泳ぐことができる、そういった魔法のパンツがついに完成いたしました。ちょっと値段がですねお高くはあるんですけども、利益そこまでこの1枚売ったところで出ないんですけど、福井の方で作らせていただいております。福井の方で設計して、確かな職人さんが作ってくださっております。この一つ一つの縫製についても素晴らしい出来、まずこのアイディア出しとか、ね、どうやったら水はけが良くなるのかとかね、水がたまらないようになるのか、またこの縫製、このインナーベルトの時はどうするといいんだろう、どこを他とね干渉せずうまいことできるんだろう、いろんなことを考えてようやく出来上がった1枚です。もしよかったらこの機会に皆さんもお使いください。そしてプレゼントとかそういったことに使っていただいても結構だと思います。今から俺旅に出るんだっていう時にこれ気をつけていけよみたいな感じで出していただくと最高のパンツになることは間違いないかと思います。というわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いしましょう。じゃあね。